幽霊塔江戸川乱歩前回の続きからです「私はもう握りしめた手のひらにびっしょり汗をかいていたし英子、えー、は英子で勝つも負けるもこの一瞬と長田に劣らぬすごい目で」。 子さんをにらみつけているし、中に入ったおじも一同の異様な態度になんとやら心配そうな顔をしていたがただ一人当の明子さんだけは全く冷静であった永田が思う存分彼女の顔を見尽くした頃まるで何事もなかったかのように静かに口を開いた。 私にはなんんだかかもわわ。りませんわ昔のお友達とかおっしゃったようですけれどいくら考えても思い出せませんわひょっとしたらお見忘れしたのかもしれません失礼ですがどこでお目にかかりましたのでしょうかこの無邪気な反問に永田青大将はへど戻して「いやどうも私にはなんだかよく思い出せません」 と気まずい返事をした。私はホッと安堵のため息をついたきこさんは恐ろしい試験をくもなく通過したのだ彼女は女中やなんかではなかったことがここに証明されたのだ幽霊塔の元の住人さえ全く見知らぬきこさんだ芸宗作家野添明子さんだ ちょうどその時私たちのはるか頭上で「ゴーンゴーン」と時の鐘が鳴り始めた例の大時計が明子さんの力で動くようになっていたのであるするとこれはどうしたというのだ青大将の永田彫像の顔色がさっと変わった 彼は何か非常な恐怖に打たれたもののように「おや12時かしら」とつぶやいたと時の鐘を指折り数え始めた12時がなぜ恐ろしいのか彼はまるで幽霊にでも出会ったように震えおののいているのだ910 11と数えてそこでぱったり音が止むと彼はほっと安心したように「ああ11時か」と独り言を言ったが一度か妙な顔で見ているのに気づくと苦笑いに紛らして「いや失礼しましたこの音を聞きますと」とつい亡くなった養母のことを思い出して神経が高ぶるのです。 「何でもありません何でもありません」と弁明したがそれではことさら十二時だけを恐れる説明にはならぬ「養母を思い出すという以上に何か深い秘密がありそうだ」「さてここでちょっと永田長蔵という男の身の上を説明しておくことにしよう」 むろんこれは後になって収集した知識なのだが彼は幼い時からこの幽霊島で和田吟子と一緒におてつばあさんに育てられたおてつばあさんは2人が大きくなったら夫婦にするつもりでいたところどういうわけか銀子が彫像を嫌いいかに口説いても結婚に同意しないそこで老婆は銀子の機嫌を取るために 彼女を相続人と定め一切の財産を譲るという遺言状まで書いたけれどやっぱり彫像の再婚になるとは言わぬすると彫像の方では相続人にもしてもらえないし銀行と結婚もできないというのでぐれ始めついに老婆を恨んで家出をしてしまった老婆はそれでも諦めずいろいろ手を尽くして銀行を解いたが やっぱり結婚に同意しないのでとうとう顔を負って財産はもともと通り彫像に譲ることにしいよいよ遺言状を書き換えようとしているうちに何者かのために惨殺されてしまった銀庫がその下手人として捕らえられ獄中で病死したことは前に述べたがその事件は彫像が家出をして間もなくのことだったので。 一応は彫像も嫌疑を受け厳重に調べられたけれど当や遠方にいたというアリバイが成立したのと遺言書を書き換え前に老婆を殺しても少しも利益にならないという理由のために直ちに放免されたということである遺言状には銀行を相続人と定めもし銀行死亡の説は 彫像へと指定してあったので金庫の極秘とともに老婆の遺産は彫像のものになったというわけであるこれだけがその後私の耳に入った永田彫像の履歴である後々に関係もあることだから読者諸君はこれらの事実を一応頭の隅に入れておいていただきたいそれはさておき 永田彫像が明子さんを全く見知らぬことが分かると私の安堵に引き換えて英子の失望はウィルも気の毒であった彼女はどうかして一方の結露を開きたいとまるで狂人のような目をして明子さんの全身を眺め回していたがふとその左手首の例の真珠の腕輪に気がつくとこれだと言わぬばかりに 最後の戦いを挑み始めた「まあ見事な腕輪ですことこれ明子さんの考案ですのでも私今までこんなに手首の近くに腕輪をはめている方見たことがありませんものそれにあなたの腕輪バカに幅が広いのねああなんというぶしつけないいぐさであろうこれでは腕輪の下に 「何か隠しているのじゃないかと尋問するも同然ではないか」「いやそればかりではない」「A 子のやつは口で言っただけでは気が済まぬ」と見えサホ法にもつかつかと明子さんのそばに近づくといきなり彼女の左手を取って腕輪を改めようとしたそれにはさすがの明子さんも立腹しないではいられなかった彼女は 何をするのと激しくたしなめると非常な素早さで左手を後ろへ隠してしまった見ると彼女は珍しく顔色を変え息遣いさえ早くなっているのだだがこの出来事で顔色を変えたのはア子さんばかりではなかったもう一人当の明子さん以上に 激しい驚きを示した人物があるそれは他でもない青大将の永田彫像であった彼はたださえ長い顔を人一倍長く引き伸ばし口をポカンと開けて土のように青ざめてしまった最前時の鐘に怯えたよりもさらにさらに激しい恐怖の表情である 彼はアキコさんの異様な腕輪に初めて気がついたのだそして例の X 光線のような恐ろしい視線がアキコさんの体を通してその後ろの左手首を凝視しているのだやがて彼の喉の奥からお<ー>「おお」というようなけだものの声とも何とも形容のできない もののすすごい恐怖の叫び声がほとばしった。血を流す幽霊永田彫像のうめき声を聞き彼の表情を眺めて私は思わず手に汗を握った「もし腕輪を取って見せてくれないなどと言い出しはしないか」。 あきこさんはのっぴきならぬ身の破滅になるのではないかと我が子どのようにビクビクしないではいられなかった心臓が乱聴子にドキンドキンと打ち始めただが青大将の永田長蔵もさすがにこの囚人環境の中であきこさんに腕輪を取れなどとぶしつけなことは言い出しかねたらしく無言のまま 恐れに絶えぬもののごとく、アキコさんを見つめていたか、見ているに従って、いよいよ恐怖が募ってくるのか、ついには彼女を制止する力もなく、顔を背けたまま、じりじりと後じさりをして、挨拶もそこそこに、逃げるように、その場を立ち去ってしまった。私はホットアンドのため息をついたことだが、 それは、いわばちょっと逃れの安堵であって明子さんの左手首の問題はこれで終わったわけではない終わるどころかつい数日の後には実に恐ろしい大事件となって再燃したそれが元になって前代未聞の危機怪怪な殺人事件さえ突発することになったのだ だがそれは後のお話。さてその夜はもう別段の出来事もなく私たちは命名の寝室に引き取ることになった私の寝室は例の3階の塔の真下の部屋であるおてつばあさんが惨殺され幽霊になって出るというあの因縁付きの部屋である そんな気味の悪い部屋を選んだのは何も私の推挙からではない敬愛する明子さんに是非そうしてくださいと頼まれたからだなぜだかは私にもわからない訳を尋ねても彼女は例の鋼鉄の表情になって分かる時には分かりますというばかりであったが訳なんかどうだって構わない 私はただ明子さんの信頼が嬉しかった中世の騎士にでもなった気持ちで喜び悼んで幽霊部屋を私の寝室に決めてしまった幽霊部屋といっても天井や壁は塗り替えられ窓や入り口の扉は新しくなり新しい絨毯を敷き詰め椅子やテーブルや西洋ダンスなどが 調和よく並べられた今では全く面目を一変してなかなか落ち着きのある良い部屋になっていることに四方の壁は古風な彫刻のある板張りになっていて今時の建築には真似もできない贅沢なものだし天井から下がっているスズラン型の傘を3つ組み合わせた伝統もこれは 今度おちが部屋に合わせて作らせたものだけれどいかにも明治時代の感じでその下の古風な鉄製ベッドに横たわっていると私自身歴史物語の中の人物にでもなったようで一種異様の物珍しさに急には眠気も気ざさないのであったところがそうして30分ほどもまじまじしていると 突然天井の電灯がパッと消えた。おそらく停電であろう。あるいは電線の故障かもしれない。しかし眠るのには明かりなどはない方がいい。私はちょうど電灯を消すためにスイッチのところまで起きていこうかと思っていたところなので、かえって手数が省けたくらいに考えて、そのまま。 闇の中に目を閉じてしまっただがしばらくそうしていてもなぜか異様に頭がさえて眠れないまた目を開いて闇の中を見回していると目が慣れるにつれて窓の輪郭が薄明るく見えてくる椅子やテーブルの姿が もの,の,けのように浮き上がってくる私は耳を澄ましたどこからかかすかなかすかな物音が聞こえてきたからだ足音を忍ばせて人が歩いているような音だしとしとと廊下を踏みしめる物音だ